皆さんこんにちは、はじめさくです。本日はキャンドゥさんから発売されたとても可愛いコラージュ用品の紹介とコラージュをさせていただこうと思います。たくさんね、100均からねめちゃくちゃ可愛いコラージュ用品がたくさん販売されるんですが、さくさんもね、ずいぶん手元にね集まってきたので、まあ自重しよう自重しようとは思うんですけどね、それでも今回自重しきれずに買ってきためちゃくちゃ可愛いものを紹介したいと思います。まず最初にご紹介させていただくのがこちらのミニシールですね。こちらがシェリーって読むのかな、シェリーって読むシールのアイスブルー、こちらはアイスブルーですね。ミニシールシート4シートアンティークペーパー、こちらは、私が見た限りではこちらの4色があったと思います。で、今回は全種類買ってきました。最近はねあんまり全種類買わなかったりとかするんですが、こちらはね全種類買おうと思ったぐらいに可愛かったです。で、こちらはね、4色ございまして、こちらの、ミルクティーですね、ミルクティーのやつと、こちらがパワーピンクですね、パワーピンクと、こちらがアイスブルーですね。で、こちらがラベンダーの4種類になります。こちらのジャンコードは、4つとも同じになります。購入の参考にしてみてくださいね。メリーフレークステッカーのこちらはイエローですね。これね、実はね、テイク2です。一番最初の撮れてなかったよ。もうさ、とんでもない。もうしばらく撮ってさ、そろそろ撮れたかな、ちょっと確認しようかなと思ってさ、確認したらさ、撮れてなくて、サクさんのどうでもいいザレ事だけ入ってたわ。びっくりした。というわけでね、テイク2になりますので、ちょっと商品が乱れているのはご了承ください。無理です。購入時みたいに商品入れらんないわ。はい、こちらになります。こちらが、フレークシールイエローのジャンコードになります。参考にしてみてくださいね。続きまして柄の紹介になります。メリーフレークシールイエローの女の子シールになります。かわいいですね。こちらはですね、おそらく、あれかな。透けるタイプかな。あ、そうですね。はい。透け感があるタイプのシールになります。こちらの柄と、こちらのステッカー柄になります。この黄色はね、すごいリボンが可愛いなと思います。すごいね、可愛いよね。これ使って可愛くできたらいいと思います。続きまして、こちらですね。はい。メリーフレークステッカーのピンクになります。こちらも例によってテイク2でございます。8デザインの16枚入りです。ジャンコードはこちらになります。参考にしてみてくださいね。ピンクの女の子シールになります。可愛いですね。こちらも透け感があるタイプのシールとなっております。こちらがスティックタイプのシールとなっております。ピンクはこのショートケーキのシールめっちゃ可愛いよね。こういうのセンスよく使って可愛くできたらいいなと思っております。続きましてこちらメリーフレークステッカーのベージュになります。ジャンコードはこちらになります。参考にしてくださいね。ベージュの女の子ステッカーはこちらのデザインになります。こちらは全商品透けるデザインとなっております。ナチュラル系で可愛いですね。こちらがスティックシールとなっております。こちらのね、文字のやつがね、ビスケットっぽくてすごく可愛いなと思いました。ボタンのシールも可愛いですね。こちらが、メリーフレークステッカーのグリーンになります。こちらがね、まだ唯一、テイク2じゃない方でございます。はい。ジャンコードはこちらになります。参考にしてくださいね。こちらがグリーンの女の子ステッカーになります。こちらもすごくね、フェミニンでナチュラルで可愛いと思います。こちらがグリーンのスティックシールになります。このスティックシールさ、めちゃくちゃ可愛いよね。三角の旗のやつとか使いやすそうだし、本棚のやつもねすごく可愛いし、とってもいいと思います。次はですね、こちらミニシートシール35辺シノワズリセラミックブルーになります。ジャンコードはこちらになります。参考にしてみてくださいね。
こちらも4シート入ってるタイプですね。1,2,3,4 シートですね。で、デザインがこちらになります。こちらはおそらく透けるタイプだと思います。そうですね、透け感があるタイプのシールとなっております。こちらも透け感があるトレペ素材のシールとなっているようでございます。こちらの3枚目が、あ、違いますね。金刺繍されているけど、こっちもトレペですね。こちらもトレペ素材となっているようでございます。私が行った店舗ではこちらのセラミックブルーしかなかったので、これしか買ってこなかったんですが、こちらのシノアズリスタイルっていうものの別のシールかなの方には赤もあったので、もしかしたら赤もあるかもしれません。よかったら探してみてくださいね。続きましてがこちら、デザインペーパー QPトレッシングペーパーシノワズリスタイルですね。こちらも先ほどのシールと同じシリーズの、トレペになります。ジャンコードはこちらになります。参考にしてみてくださいね。柄の紹介になります。透けますね。こちらの白地に青のものと、こちらが白地に赤のものですね。素敵ですね。とっても和モダンって感じですかね。そして最後がこちらに青地に白の花柄のものですね。すごい素敵ですね。トレペ素材のさ、デザペってさ、すごく素敵なんだけどさ、サクさんいまいちね、上手に使えないんですけど素敵で買っちゃうんだよね。皆さんはどんな風に使ってるのかな。もしよかったらコメント欄で教えてくれると嬉しいです。続きましてがこちら、デザインペーパーヌーディーハート 12P ですね。こちらはハート型のエンボス加工されているハート型のね、デザペが3種類入ってます。ジャンコードはこちらになります。参考にしてみてくださいね。ハート型って結構色味によっては子供っぽくなっちゃったりするじゃないですか。サクさんね、ハート柄とかすごい可愛くて好きなんだけど、こううまくね取り入れるのどうしたらいいかなみたいなのを思ってて、今回見つけたこれがね、すごく大人っぽくて、でもハート柄で可愛くていいなと思ってね、買ってきました。柄の紹介に行きたいと思います。こちらね、わかりますかね、ちょっとボコボコしてるハートのね、こうエンボスされてる、ちょっと光沢のある系のね、大人っぽい色味のベージュですね。とても可愛い。紙質は厚みがあるタイプですね。こちらもねすごい可愛いです。ちょっとこれね、あれだよね、バレンタインっぽいよね。クリスマス超えてバレンタインみたいなねバレンタインの時とかも使っても可愛いかなと思います。すごい可愛いです。こちらはね、小さいハートがたくさんエンボスされてるタイプのものになります。すごい可愛いよね、大人っぽくてね。これなら別にね、大人の人が持っていても使っててもね、可愛いかなと思います。こちらですね、マスキングシールブックのこちらがスイーツですね。スイーツとマスキングシールブックのカフェスタイルっていう風になります。こちらの2つはですね、キャンドゥさん限定の柄として発売されております。なのでお取り扱いがおそらくキャンドゥさんにしかございません。このメーカーさんのね、インスタとか見るとね、結構よく載ってるので、皆さんそこで確認してみてください。最近出てきたタイプで、丸々店舗限定っていう柄が発売されるようになってきたなって思うんですね。で、これはあのキャンドゥさん限定の柄のようでございます。こちらのね、マスキングシールブックスイーツのジャンコードはこちらになります。参考にしてくださいね。柄をちらっとお見せしますね。うん、かわいいです。マステもさ、このマスキングシールブックもね、こうあんまり自分の中でうまく活かせないんだけどでも発売されるたびにさ、やっぱ買っちゃうんだよね、可愛くて。すごいね、これを素敵に使いながらコラージュしている人を見るとすごいなって思いながら私は見ております。うん、可愛いですね。とてもスイーツ柄ですね。
で最後かな、はい、こちらになります。とこちらがマスキングシールブックのカフェスタイルです。ジャンコードはこちらになります。参考にしてくださいね。からお見せします。カフェとねスイーツだからねちょうどいいよね。2つ一緒に使ってもセットで使ってもとても可愛いかなと思います。可愛いね、うん、可愛い、おしゃれ。みんなね、柄がね、違います。終わりかな？はい。それでは後半はこれらの新作を使ってコラージュをしていこうと思います。どうぞ最後までお楽しみください。
完成です。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけますと嬉しいです。